今日はフリードリヒ大王とコーヒーのお話、あと恐怖の謎の食用、コーヒー鍵、について話をしたいと思います。が、その前に、この前、美味しいコーヒー屋を見つけたのでその話をしたいと思います。船橋にあるラダーコーヒー、というお店なのですが、前から何度か通り過ぎていたのですが、入ったことのない店というのはどうも気後れして店に入る勇気が出てこない。でも喉が渇いたんで、勢いでコーヒー店の前にやってきた。店内を見ると、女性が一人コーヒーを飲んでいる。ああこれって意識高い系のお店かな。すいません。見るからに美貌の青年の店員に声をかけた。コーヒーを一杯いただきたいんですけど、どれになさいますか。私はカウンターの机に貼られているメニューを見た。意識高い系の店にありがちな何がなんだかわからない商品名がずらりと並んでいた。どうしたらいいかわからねえ。こりゃもう店員さんにおすすめ聞くしかないな、と思った。おすすめとかありますか？味の好みとかありますか？どんな味でも大丈夫ですよ。これは本当。意地を張っているわけじゃない。今までコーヒーを飲んで、まずいと感じたことは全くないからだぜ。じゃあ、こちらはいかがですか？と言っておすすめしてくれたのが、ミディアムダーク、ハンドドリップなる商品。じゃあ、これください。おかけになってお待ちください。というわけで席に座る。あら、店内いい雰囲気じゃないの。どうぞ。水を出されたわけ。あ。なんか、違うわ。出された水がうまいかまずいかもよくわかんないんだけど、明らかに普段飲んでいるのとは違う水なんだよ。この時点でここの店のコーヒー、多分うまいだろうなって予感はした。お待たせしました。青い温かみのあるコップに入ったコーヒーを一口飲む。想像と違った味だった。もっと気取った味のコーヒー出してくるかと思っていた。飲みやすい、砂糖やミルクを入れなくてもスルスルと喉を通る。あくまでも主観的なイメージなんだけど、ヨーロッパのコーヒーって感じじゃないのよ。南米のコーヒーって感じ。でも、せっかく砂糖とミルクもらったんで、入れて飲んでみることにして。ごちそうさまでした。ありがとうございました。いやー、500円で1杯分の幸せを買えたよ。文句なしに皆さんにおすすめできる店だぜ。ただメニュー見ても何がなんだかわからねえ。さて、なんで長々とコーヒーのお店の話をしたかというと、それだけコーヒーは美味しい飲み物だと言いたかったわけで。なぜコーヒーが美味しい飲み物だとアピールしたいかというと、実は昔コーヒー禁止令を出した王様がいるのです。今回はそのお話をしたいと思います。その禁止令を出したのはフリードリヒ大王。西洋史が好きな人なら誰もが知っている有名な王様だぜ。何しろ大王と言われるくらいなので、大王というからにはとっても偉い人なんだぜ。どのくらい偉いかというと、大王と言われるくらいなんだからとにかくめちゃくちゃ偉いんだぜ。小国プロイセンを一大強国に押し上げた人物で、戦争が滅法強かった。さて、そのフリードリヒ大王だが内政にも大変力を注いだ。とはいえ、プロイセンは軍事大国。軍隊を維持するのには莫大なお金が必要なんだぜ。そこで大王を困らせたのがコーヒーなんだぜ。17世紀、エネツィアの商人がコーヒーをヨーロッパに紹介したんだ。それから爆発的にコーヒーが広がったんだぜ。これを猶予したのがフリードリヒ大王。コーヒーは輸入品。コーヒーを買うためにお金がどんどん外国へと流出してしまう。さらには国民はドイツのビールとかはないようになる。これは自国の経済がやばいと考えた大王は、コーヒー禁止令の実施に踏み切るんだぜ。お前らを殺す。なんでしょう大王様。今コーヒー飲んでいただろう。コーヒーは禁止なんだよね。とんでもありません。
今飲んでいたのはただの水ですとも。本当に？本当ですとも。この味は嘘をついている味だぜ。コーヒーを飲んでいる女特有の味だ。ビール飲めよ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 。というわけで、プロイセン国内からどんどんコーヒーが消えていったわけだぜ。フリードリヒ大王はコーヒーを取り締まるために、コーヒー鍵、なんて食料まで作るありさま。この、コーヒー鍵、に大王は退役軍人を当てたわけだ。軍人なんてのはぶっちゃけ戦争がなければ必要ないわけだ。年を取って退役したおじいちゃんとか怪我した少尉軍人とかは職がないわけだ。大王はこういう人たちをコーヒー鍵にしたわけだ。ただし、元軍人だけに非常に荒っぽい。勝手に家に入っていい権限まで与えられているんだから、やりたい放題。コーヒー鍵たちは仕事の成果に応じて報酬をもらっていた。だから、彼らは一生懸命働くわけで、その分割を食らうのはプロイセンの住民たち。コーヒー鍵の取り締まりに人々は戦々恐々。プロイセンは秘密警察の支配する恐怖政治の国家へと早変わりしたんだぜ。ちなみにフリードリヒ大王だが自身はコーヒー好きなのでちゃっかり飲んでいた。後になってコーヒー販売を独占して取り巻きである貴族や司教たちと一緒に楽しんでいたそうな。コーヒーは一部の特権階級のための飲み物で、庶民はコーヒーが飲めなくなったんだぜ。さて、コーヒーが飲めなくなった人々はどうしたかというと、代用コーヒーを作った。コーヒー豆以外の材料でコーヒーを作ろうというわけだ。では、その材料はというと、麦芽、大麦、ライ麦、サトウキビ、イチジク、イナゴ豆、南京豆、大豆、どんぐり、海藻、それこそありとあらゆる材料でコーヒーの代わりとなるものを探したらしい。代用コーヒーで有名なのはタンポポコーヒー。タンポポの根っこで作ったコーヒーなのでカフェインを含まず、不眠症患者や子供、妊娠中の女性でも飲めるらしい。味はというと飲んだことないのでわかりません。ちなみにコーヒー禁止令はフリードリヒ大王の死後、解除されたんだぜ。余談だが、コーヒーが日本に入ったのがいつの時代か。時代小説を読むと幕末あたりを舞台にした小説でコーヒーがたまに出てくるのでその頃にコーヒーが入ってきたのかな、と思っていたんだぜ。が、18世紀、オランダの商人がすでに日本に持ち込んでいたらしい。出島に出入りしていた日本人はコーヒーを飲んでいたわけだ。が、コーヒーが流行ったかというと、これがあんまり流行らなかったんだな。初めてコーヒーを飲んだ感覚を覚えている人はわかるだろうが、コーヒーという飲み物は何しろ苦い。教科書の太田食産人も焦げ臭くてまずい、と言い残しているほどで、コーヒーが普及するようになったのは明治になってから、戦後になってインスタントコーヒーや缶コーヒーが普及するようになる。さて、コーヒーでも飲むか。なぜお前らがここにいる？美味しそうなの飲んでるね。いやー、ちょっと外歩いていたら香ばしい匂いがしてきたものだからつい。ただで飲めるものは何でも大好きです。要するにお前ら、コーヒー出せよと。そう言いたいのか。せっかく客が来たんだからもてなすのは当然じゃろ。それじゃあ出がらしのお茶出すわ。いや、コーヒーください。ほらよ。ふむ。マリサにしてはなかなかやるのう。ただで飲めるものなら何でも美味しいです。ところでマリサ、今日も歴史の話やってたの。ああ、コーヒーとフリードリヒ大王の話をやってた。なんじゃ、そのフリードリヒ大王というのはとんでもないやつじゃのう。しくじり皇帝伝って紹介したらどうじゃ。とんでもない。フリードリヒ大王はコーヒー好きにとっては不具体点の敵だが歴史チャンネル的にはヨーロッパ屈指の名君だぜ。金に強いジャガイモ栽培を奨励したのも大王だぜ。ドイツといえばジャガイモのイメージが強いがそれは全て大王の時代から始まったんだぜ。あら、こんにちは。ああ、ゆかりか。コーヒー飲んでるの、あたしにも一杯ちょうだい。どうぞ。何入れているの？なんか変な粉入れているけど。ああ、
これ抹茶。コーヒーに、抹茶。そうよ、これがなかなか味わい深くて癖になるのよ。ちょっと失礼。今抹茶の粉を入れて飲んでみたけど確かに不思議な味わいだわ。本当かよ。興味のある人は試してみるといいんだぜ。ということで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。